まあ、告発するする詐欺ね、になってしまわないように、ちゃんと法律にのっとって告発いたしましたので報告します。堀江貴文を、4月28日、おとといですね、4月28日、木曜日に告発いたしましたので、告発したという事実のみを報告したいと思います。遅れたのはですね、やっぱり国民主権党の平塚正幸君の件を、まあ仕事の傍らやってますから、この活動ね、この活動、仕事の傍らやってますし、このチャンネル以外の、チャンネルででもですね、相当の人を、告発してますんで、だから ちょっと手回らなかったので、報告遅れましたけども、4月28日木曜日に、堀江貴文を告発しましたので、報告いたします。以上です。